はい、いつもお世話になっています、有馬と申します。今回ですね、リクエストがありまして、内股の返し方を教えてくださいということなんですけども、僕の中でですね、内股の返し方は3種類ございまして、1つ目がですね、相手が内股をかけてきた時に腰を切って受ける場合と、相手が内股をかけてきた時に膝を内側に入れて、ここですかしてここで投げる場合と、最後にですね、中落としという技があるんですけども、これがですね、東海大学出身の現愛知大成高校渡辺監督というのが、いらっしゃいまして、私の後輩に当たるんですけど、内股を相手がかけてきた時に、ここで中でですね、回して相手を投げるというですね、技がございますので、またですね、詳しくは後ほど公開の方をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、ありがとうございます。前回ですね、内股の、返し方などをですね、説明したんですけど、今日は、実際に一つを使ってやってみたいです。まず相手が、内股をかけてくる時に、一つは腰を切る。ここで腰を切って、こう受けるという場合と、あともう一個は内股スカッシュですね。内股をスカッシュで投げる。内股をすかして投げる場合と、膝を内側に、あと中落とし、中落としは、かけていくときに、しっかりと回す。相手が、相手が内股かけていくときに、足を引っ掛けられるんですけど、この時に上げられた時に、左足を前に持ってきて、引き手と引き手を使ってコントロールしながら相手を回すという技ですね。足をですね、引っ掛けられてる足を前の方に、引っ掛けられてる足を前に出して、そこで、チューブと引き手を使って、コントロールしながら投げるというような、技です。で、以上で、3つの、内股の、対処法の説明を終了したと思います。ありがとうございました。